はい、こんにちは、よい風景です。白田道 94F、この枠でクリアできるか、あるいは倒されるか、あるいは次枠に持ち越しになるのか。はい、なんと大迷路です。階段は近いみたいですね。はい、こんにちは。さて、頑張っていこう。で、混乱状態にしたデスヘッド、あいつ始末してった方がいいだろうな。こっちね、ね、ちょっと毒矢でも打っとくか。毒矢、毒矢、こんにちは。そうですね、いやもう倒そう。よし、順調ですが、近くに、あ、待って、階段近いんだよね。階段近いんですが、ね、大根から草を投げられると、あんとこ大丈夫だ。よーし、行こう。そうっすね、乱れかもんだな。来やがれ、かかってきやがれ。おっとだが さっきのこともあるからな。明かり、はい、いっぱいあるね。あ、間違った、ツイッターじゃない、3か4か所か。デフォルトで4か所ぐらいなのかな、決まってんのか。下から倍速で来るのは戦車、戦車対策とか。よし、一死の、あ、そっか、そうね、ありがとうございますすっかり忘れてたよ。これね、あ、俺よく見てなかった。どこ飛んだ、左下か。うん、あ、そういや、そうだったね、そういう情報もそういえば得たターンだった。今日はなんかコメントさんに助けられてるね。これで自分の実力でクリアできたっていうふうに言えるのかな、果たして。そういえばすっかり忘れてたよ、いろんなこと。やっぱ一時しなきゃあるんだった。うん、左から来るやつ吹き飛ばしとくか。倒す、大根超えたか。ゲンナマゲイズね、 HP 回復するべきだったかな。明かり、あと何枚まだ残ってるかな、そもそも。あるかな、ここに1枚あるな。はい、いや違います、地道に地道にやりましたよ。3か所、地道にやりました、普通にあげました、合成したり。あとは巻物読んだりっていう、本当に普通にあげました。左から来るやつ、まあいいか、じゃあ一時騒ぎまたやるか。ちょっと待って、もう一回、3か所ね。そうだよな、こういうのあるんだもんな、使っていかなくちゃな。何がいるんだ、ケースかもしれないもんな。違いますね、そうか。ちっちゃまだな。はいはい、私も昔は旅人だったが、膝に矢を受けてしまってな。何の話ですか。どうしようか、こいつ窓でふと見るか。あれ眠ったんかい。いや、倒しよう。なんか出たみたいな。嫌かな。敵、とりあえず、接敵してこないかな。あー。で、これ倒す。よし。で、なんか飲むか。まあ、タコトビは飲まないか。音切りでもいいし、まあ、回復回答余る感じかな、これ。
時でいいや。よし、行ってみよっか。97。うん、なんてことって感じ。なんてことっていう、おぼろけしか。まずは、うん、とりあえずここしのごう。何がいいかな。そうか、じゃあおぼろけしだな。おぼろけし飲んで、飲んでじゃない、読んで、はい、払った。で、とりあえず一撃しようか。はい、こんにちは。どうもです。明かりあるんでしょうか。明かり、明かり。ないかな。確か5枚だったもんね。ないかな。ないか。よし、じゃあやってっか。待てよ。豚足でいいか。いや、ちょっと待て。よくないか。いけそうっすね。どうしようかな。ギター投げとか使うかもしれん。まあいいか。どうしよう。使っていこう。で、階段が近くにあると。待って、なんか来たぞ。戦車。石井しのぎ使ってみるか。そうね。ちょっと待った。敵流入してるぞ。はい。ケーズ来ちゃったか。どうしようか。どうしよう。先手取って混乱か。ゲンナマゲイズ混乱になってるね。ゲイズいなくなったな。はい。モンハンの敵起きた。あ、そんなことあるんだ。で、一時しのぎやってみよう。ゲンナマに、こいつにあるの危険か。でもまあいっか。一時しのぎやってみよっか。階段この辺にあるかもしれないもんな。やってみよう。あ、そこか。いいんでないかい。運がいいんじゃないか。はい。どの道場所ガイドさらば。そうね。その瞬間なんかされなければいいか。あれ、あ、軸合ってない。ちょっと待って、ずれてる。よく見えない。あ、ずれてるね。ここだな。いやー、やだね。危ない。よーし、行こう。98。98回の悲劇ってことにならなければいいか。階段が近い。寝てる。確認するか。一時しのぎでやってみるか。そこか。いいね。楽だ。楽だね。99階だ。2択。一時しのぎやってみよっか。触れんのか。ちょっと待って、一応確認しよっか。触れない可能性もあるな。まあいいや、振っちまえ。そこか。やった。やったよ。なんか最後はあっさりだったね。じゃあ行こう。いやー、なんかあんまり余韻とかないかもね。いや、ぬるいね。ぬるくない、ぬるくない。いや、大部屋怖かったね。大部屋じゃない。大部屋迷路。大迷路怖かったね。あれ？最後の部屋ってはないんだ。
そっか。はい。はい。左に寝ていた父に挨拶もなしとは。何の話してんの？左で寝ていた父って、鳥？挨拶ないでしょ。眠ってていいよ。あいつマジ取る足らなかったわ。やった。風来人だから風来人。風来キングだって。はい。その菊千代さんに、私からの心からのプレゼントです。賞賛に値する剣。これってさ、敵を攻撃すれば攻撃するほど弱くなるってやつ。はい。じゃあもちろん整理しよっか。そういうなんか、ろくでもないものをもらっててもいいんじゃないかな。はい。賞賛に値する剣。はい。次もクリアできるとは限らないから、いつでも挑戦しに来たいなって。いやー、クリアしましたね。いやー、もうダメかと思った時もありました。これね、ありがとうございます。攻撃するたびに剣の強さが下がっていく。なんでこんなもんくれたんだろうな。物に対する情熱は強さだけではない、思い入れなのだ。愛着なくしてここまではできない。まさに賞賛に値する剣だ。なるほど。なんかガンチクありますね。あったメカフミイチが要求した。何？フミイチくんってあれでしょ？公式のメカってなんすか？これだっけ？そう。じゃあ、まあ、この辺預けとくか。まあ、思い出があるからね。いやー、クリアしましたね。メインで使ってる？そうなの？さっきの剣？そうなんだ、防具守りに。名前つけられるんだ。そうなんだ。いやー。3回目の挑戦だったね。こんな早くクリアできると思わなかったけど、安定しやすいっていうのは、まあ、安定してるかどうかはさておき、まあ、死ににくいダンジョンではあるね。確かに。いや、でも、冷や汗かいたこともありましたよ。意外とぬるいって言ってるけど。今までやってきたダンジョンの中で、ドラスの試練ってがありましたけどね、俺がやってた。あそこの次ぐらいに難しかったかな、と思いました。どうしよっか、この枠。じゃあ、アンバンジョンの書簡とか話します？ちょっととりあえず中断しよっか。でもやっぱり、難度的には、やっぱドラスと同じぐらいかな。ドラスは腕輪付け替えが大変だけだった感じ？いや、俺の時はね、なんて言えばいいかな。首の皮一枚繋がってる感じだったね。そうか、じゃあ今やドラスやればまた違うのかもしれないな。じゃあ、フラニー番付。修羅の道。クリアしましたね。最後はなんか静かな終わり方あったね。いやーもうね、何が怖かったって、バナナが怖かったね。マジで怖かった。あと、なんか最後はコメントさんにいろいろ助けられちゃったな。本当は、自分の実力だけでやってみたかったけども。まあ、そんな感じでしたね。まあ、プレイの所感とかって何かあるかな、他に。盾が重要ですね。力で押してくるやつ以外の攻撃をほとんどカットできないと、そういう連中からダメージ受けるのカットできないと、ちょっとやっていけないですね。盾の防御力は重要ですね。あと、真空切りね。真空切りほんと重要だな。返答出なかったしな、今回は。あとはやっぱり動かずと睡眠受けですかね。
動かず睡眠欲は絶対必要か。そんな感じかな。円筒は欲しかったけどなんとかなったな、なくても、うん、他のアイテムがいろいろ充実してたからなんとかなったっていう感じですかね。あとは70、はい、武器だと思った。本当？そうなんだ。盾がね、やっぱりある程度ないとね、消耗抑えられないかなって思いました。確かに武器のウェイトは今までのダンジョンと、違うな、前作、この前作とか3やったことないけどね、他の作品に比べて剣のウェイトは高いと思いますね。確かに強力な剣作れたんでね。あとやっぱメインは特攻ついてるやつがいいですね。今回はドレインバスターでしたけど、一つ目でもいいかもしれないな。水切りが一番安定かもしれないけど、やっぱり。でも盾が強力ならギャザーもそんなに苦労しなかったかな。何がいいかっていうとちょっとよくわからないですけど、20巻あたりが最初の壁になるかな、10回を除けば。だからやっぱり水切りがいいかな。ああなるほどね。チドロとか、まあ、なるべく接近させたくないからな、あいつはな。あ、そうだそうだ、今回もそうなんだけども、このプレイもね、やっぱり運がいいんだよね俺ね。どっかで運がいいんだよね。強力なものを拾えたりね。今回は、かまいたち拾えたんですね。いや拾ったんじゃないな、あれは買ったんだな。高級店めっけて買ったんですけど、まああれはかなり幸運でしたね。サインで乗り切ったところもかなり多かったからな。とモンスターハウスが多いですね。90回以降にモンスターハウスなくて助かったけど、大迷路ってあるんですねこのゲームね。初めて見ましたね。なかなか面白いここは。浜辺の窓をやってましたけど、修羅の道はここすごいおすすめだね。浜辺はちょっとね、腕輪のウェイト大きすぎるからね。そういった意味であんまりおすすめはしないかなって思うけども、修羅の道はなんかより総合的な力を要求されるんじゃないでしょうか。あと運もね。ということで修羅の道はかなりおすすめですね。ここは面白かったです。ではどうしようかな。次何あるかとかっていうことですかね。2劇の洞窟と、石像の洞窟を次はやろうかな。2劇をやって、で、なんかクリアできない気がするんで、また石像やるとか、あるいは石像やってから2劇をやるとか、っていう感じします、次回は。はい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 。腕は、縦も縛ったの。よくクリアできましたね。難しかったかっておっしゃってるからクリアしたんでしょう。もしかして、配信者の方かな。ニコ生の配信者はすごいレベル高いからね。もしかしたら配信者の方？縦縛りか。まあ、浜辺とか修羅とか縛りプレイは今のところ俺は考えてないですね。と思いました。浜辺の魔道の腕輪縛りは割とポピュラーな縛りらしいですね。でもまあ修羅の道は非常におすすめですね。ここはすごく面白かったです。あとね、あらら、キルキルさんどうです、こんにちは。修羅の道の配信は、これで終わりなんです、すいません。じゃあクリアしたかどうか、言ってしまってもいいんですか。タイムシフト見るっていう、2劇行っちゃう？今日ですか？いや、今日はね、ちょっとやめます。はい。今日は切りますけど、まだ余力はあるんだけどね。やっぱ最頂点でやめたじゃないですか。倒されて。はい。コメ見ると、割れちゃいましたね。はい。クリアいたしました。運良かったね。運良かったし、コメントさんに助けられちゃったな。ありがとうございますって感じなんだけど。2劇は、まあ、次回やります。さっきも言ったけど。で、石像も次回やります。次回の配信は、
遅かった、ごめんなさいね。水曜かな、火曜日はなんか予定があった気がするな。だから火曜からまあ水曜だな、やります。でその後なんですけど、2劇はねクリアするまでやるかどうかわからないし、多分プレイ時間短くなると思うんで、その次の話をしようかな。プラチナパラダイスをやろうと思います。縛りとかは特に考えてないですけど、持ち込みはしないです。エメラルドテラスに持ち込みなしで入って、プラチナパラダイスを攻略します。実はそこはあんま難しくないらしいんですけど、それほどの難度じゃないらしいんですが、夜割りダンジョンに慣れたいんですね。そのうちあの草と巻物洞窟入りたいからねと思ってるんで、夜の修行なんかをやりたいかなと思ってますけど、床屋はやらないかもしれないな。夜のダンジョンやりたいと言っても、そんな感じかな。じゃあついでにやらないのは、バナナ王国はやらないですね。あとトラップゾーンもやらないです。そんな感じかなと思います。じゃあこの他切りますか。他にも言うことないでしょ。はい、じゃあ切りますね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。次枠じゃなかった次回の配信も、もしお心あればよろしくお願いします。